まず1回戦 の, あの試合の感想からお願いします。あ、ゆうや選手はすごい強かったですね。そこでちょっと使い果たしましたね。インローが結構効いてたと思うんですけど。そうですね、やっぱ蹴られると思ってたんですけど、やっぱ予想以上に蹴られて、あと予想以上にこう前に出られて、予想以上に疲れました。まあ、2回戦では結構その使い切って力が出なかったっていう感じ。そうですね、でもトーナメントなんで、やっぱりそれは言い訳にならないと思います。トーナメントはやっぱり運と実力がある人が勝てるだなと思いました。2回戦の中島選手の印象はどんな感じだったでしょうか。印象、そうですね、ノーダメージの時にもう一回やってみたいですね。あの中島選手との試合なんですけども、あの結構なんかプレッシャーに負けてこうコーナーに下がってしまったのかなという印象もあったんですけど、ご自身としてはどう振り返りますか。プレッシャーというか、多分いつものミドルの威力がなかったから相手を下がらせれなかったということだと思います。いつものキレがなかった。足を痛めたとかそういうことはないですか。大丈夫です。あの最後の、KO シーンなんですけど、あそこのパンチとかはもう反応っていうのはもうちょっと見えてなかったんですかね。そうですね、見えてないところからもらったから多分倒れちゃったと思うんですけど、そうです。ありがとうございました。